はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストタクト続きやっていきたいと思います。自分のね、ドラクエタクトなんですけど、まあ、あのね、他の方の動画見るとね、まあ、攻略とかいろいろ載ってますけどね、自分の場合ね、あのイベントを見て楽しもうっていう趣旨なんで、まあ、攻略できたらできたのは載っけますけどね。それで自分ちょっとね、おてんばサンタとアリーナ姫ね、仲間見たらわかるんですけど、自分手に入れちゃったんだよね。サンダタロードとかね。だからここで使えるのが、このね、サンタアリーナとか使えるんですけど、自分手に入れました。要はスカウトでね、こんなんあるんですよ。氷の表像とかね。動く表像か。ね、サンタアリーナ。超特大クリスマスプレゼント。範囲内敵すべてに威力380の波動系物理ダメージ、素早さ大幅に下げる。すげえな。氷結爆裂。爆裂剣だ。プレゼントを届けるわ。10ターン目まで奇数ターンの行動開始、攻撃力と移動力を上げる。まあ、使いようですよね。なんですけど、ちょっとイベント見よう。1個だけやっちゃったんですけどね。またちょっと最初から見ますね。ここで3ダタが入りますので、3ダタロードとかね。ありますね。クリア済みシナリオなんですけど、まあどんな感じの絡みがあったかだけね。村長、みんなにクリスマスプレゼントを配る今年のサンタを占ってほしいの。もうそんな季節かの。1年が経つのは早いものじゃ。では参る。今年のサンタはガガガガガピーアリーナアリーナじゃ。すごいの、今年は一発で占えたの。天気占いが始まらなくてよかったね。じゃあ早速アリーナのところに行こう。ちょっと待て、もうサンタが選ばれたのか。俺はサンタになれないのか。ギャー、サンタ姿の強盗が暴れてるのを助けてなの。違う、強盗なんかじゃねえ。俺は本気でサンタになりたくてずっと修行を続けてきたんだ。本気でサンタになりたい奴は斧を振り回したり覆面をかぶったりしないの。カズボ、こいつを落ち着かせてなの。まあこの世界観をね、楽しむ感じなんで、自分のドラクエタクトは。キャラクターはいろんなの持ってますんで、まあレベル最高じゃないけどね。まあそんなの楽しんでいただければいいかな。この日のために準備してきたんだ。俺のパーティー招待受けてくれよ。しつこいの、強引な招待はムカつくの。攻撃力が上がった気がするの。イベントを楽しもうな。クソ、なんで俺が選ばれねえんだ。計画が全部台無しじゃねえか。どんな計画を立ててたんだろう。どうせくだらないことを考えてるだけなの。飾り付けもしないといけないから、アリーナのところに早く向かうの。頼む、俺にも手伝わせてくれ。サンタらしいことが少しでもしたいんだ。カズボ、どうしようか。連れて行く？はい。ああ、しょうがないの。そこまで言うなら飾り付け要員としてこき使ってやるの。ありがとな、恩に着るぜ。そうと決まれば出発だね。今年はどんなクリスマスになるんだろう。アリーナと一緒にたくさん飾り付けをして最高のクリスマスにするの。ということで、3ダタが入って、まあ、1回クリアしたんだけどね。で、3ダタロードが出たってとこまではやりましたね。で、たまたまスカウト回したら、アリーナ姫が当たったっていうね。サンタアリーナ。だから、それを使う、ロードでも使えると思うんで、まだ入れたばっかりなんでね。まあ、こんな感じですけど。まあ、ベリーハードとかは自分でやっときますんでね。あら、みんな揃ってどうしたのかしら。唐突なんだけど、イブリ村のサンタをやってほしいんだ。実は毎年サンタが選ばれてて。なるほどね、いいわ、楽しそうだし引き受けてあげる。
やったー、ありがとうなの。早速着替えるの。どう？似合ってるかしら？超似合ってるの。私と同じくらい可愛いの。ありがとう。まずは何をすればいいのかしら？飾り付け用の魔物を探すの。あっちの方にさっき見つけたから探しに行くの。おい、お化けキャンドル。私たちを照らす明かりになってほしいの。素敵なことを言いながら襲ってきた。まあ、ドラクエタクト、タクトの世界だね。ここに立てばいいのか。バッチリなの。火加減も幻想的でいい感じなの。アリーナの方もそろそろ飾り付けが終わる頃かな。ちょっと覗いてみよう。飾り付けはあなたで最後ね。おう、いい感じに置いてくれよな。任せて、せーの、よいしょ。うわぁ。あ、ごめんなさい。疲れりすぎて地面に埋まっちゃったの。姫にしておくのはもったいないっていうね。次はこの動く表像を飾って華やかさを演出するの。どういうポーズで立てばいいんだ？そうね、せっかくなら何かテーマが欲しいところよね。筋肉をアピールするの。腕はこうして曲げてた方が強そうなの。筋肉もいいけど、クリスマスだしサンタのポーズがいいんじゃないかしら。一理あるの。でもサンタはアリーナがいるから間に合ってるの。サンタならここにいるぜ。サンダータッツってな。はっはっは。お前らいい加減にしろ。サンバカ。あ、サンバカでもないか。これもアリーナと一緒に当たるみたいだけどね。ポーズを維持するんだって。疲れるんだぞ。さっさと決めないとぶっ飛ばしてやる。ぶっ飛ばせるのは一体だけだ。みんなで一緒に取り押さえるんだ。レモンスライムもなんかあれだよね。レモンスライムだけかき氷作るのに。ちょっと暴れないでほしいの。楽しいクリスマスのためにおとなしく飾りになるの。はい、すみません。ああ、楽しいクリスマスなのにプースカー怒ってたら本末転倒ってやつだな。お前もここに飾ってやるの。冗談だって。よし、これで飾り付けは完了だね。アリーナも手伝ってくれてありがとう。ちょっと思ってたのと違うけど、満足そうでよかったわ。ところで、肝心のクリスマスプレゼントはどこにあるのかしら？忘れてたの。私たちだけじゃ時間までに集められるか心配ね。おい、そこのブリザードマンたち、助けてほしいの。なんだなんだ。実は、事情は分かったけどだるいな。プレゼントを集めなきゃいけないだろ。悪いが他当たってくれ。俺たちも急いでるんだ。しょうがないの。楽しいクリスマスのためなの。実力行使なの。そこまでして集めたいのか。ザ・モナンだね。
はあはあ、ほら、集めてきたぞ。これで全部だ。無理を言ってしまってごめんなさい。でも、あなたたちのおかげで助かったわ。ありがとうなの、ブリザードマンたち。急いで村に戻るの。飾り付けをし、プレゼントをし、今度こそバッチリね。うん、あとは夜を待つだけだね。あれ、向こうにいるのはリーズレット？みんな待たせたわね。今年も最高のクリスマスにするわよ。そうだね、もうすぐクリスマスですね。お、武器もらえんね。クリスマスロッド。束縛の表敬移動封じ成功率。え、これロッドってこれ？今年のサンタは私じゃないってどういうこと？去年はあんなに盛り上げたじゃない。しょうがないの。文句は村長に言ってほしいの。みんなの喜ぶ顔を見たくて半年前から準備してたのに全部無駄ってこと？すげえ準備してたんだな。俺と同じくらい気合入ってるな。キャー、何をこいつ、気味悪い。ああ、むしゃくしゃする。カズボウ、責任取って私と戦いなさい。カズボウは一番関係なさそうだけど。うるさい、行くわよ。本当に全く関係ないね。サンタリーズレットの武器、あれ持ってたっけあれ。お、こうなったらサンタとしての優秀な私がプレゼントをあげるわ。覚悟なさい。遠くからの呪文プレゼントってそんなのいらないの。近づいて止めるの。お、ツリースロースいたね。戦ったらスッキリしたわ。あら、去年のサンタさんも来てくれたんだ。今年は2人もサンタさんがいる。きっとサプライズってやつだな。2倍楽しいクリスマスだ。そんなつもりはなかったんだけど。いいじゃないリーゼレット、私たちダブルサンタでみんなにプレゼントを配りましょう。おー、全くしょうがないわね。最高なの、メリークリスマスなの。おい、俺もサンタの仲間に入れてくれ。家に侵入する理由が必要なんだ。ああ、それが目的だったんだね。やっぱりカンダタなんだね。あ、初だね、やっぱりね、クリスマスロッド。ってことは、リーズレットが、もしかしてあれになってる？才能開花。あ、なってるわ。今までいなかったもんね、これね。9999。溜まってる。そういうことか。え、何たプラスされてんだ、あと。アークデーモンか？だね。あ、ツリースロースも解放されてんね。あと、スライム防具、リップス、ゴーレム。あー、なるほど。ロードが攻略しやすくなるね。これでね。はい、ということで。あとは、激闘三打たのクリスマスデュエル、爪がもらえんだ。でこれって何、イベントなの？もう一個なんかあったね。それだけ紹介して終わろうか。三打たロードはまたそれはそれでイベント見ましょう。まあ覚醒させなくちゃないってことだよね。
案外強えな。あとはこれがクリスマスベルを鳴らせ。え？なんか依頼みたいだけどね。カズボー、お願いがあるから聞いてほしいの。はい、家にしたいけど、さすがなの。嫌な顔一つしないで聞いてくれる最高のマブダチなの。実はクリスマスにみんなで合唱するから盛り上げるためのクリスマスベルを集めてほしいの。ベルの優雅な響きと心のこもった歌声を世界中に届けてハッピーにするのが夢なの。集めてきてくれたらカズボーも合唱パーティーに招待してあげるの。私とクリスマスソングを一緒に歌える機会なんてめったにないから頑張ってベルを集めるの。それじゃよろしくなの。クリスマス楽しみにしてるの。バトルなしでこれでなんか追加されるのかね。でもただでなんかもらえるよねこれね。ね、まあ、はは、モナンからのプレゼント、これで集めまくるのかな。とりあえずイベントを見よう。あ、カズボーだ。ちょっといいかな。実は今クリスマスベルの飾り付けをしてるんだけど、もう少しベルが必要そうなんだ。もしよかったらクリスマスまでにベル集めを手伝ってもらえないかな。モナにもお願いしようと思ったら準備で忙しいのか見つからなくて。この時期になるとみんな予定があったり忙しかったりするよね。ははは。そうだ、集めてくれたらもちろんクリスマスパーティーにも招待するよ。急で申し訳ないけどよろしくね。3だったわ。くそ、サンタの格好をしたみんなはいいものの、なかなか家に侵入できねえ。雪を踏む時の足音も気になるんだよな。そうだ、町中にベルを飾れば足音もバレにくくなるんじゃねえか。飾り付けに乗じて家に入れるかもしれねえし、俺って天才かもしれねえ。そうと決まれば人手集めだ。早速カズボーに手伝ってもらおう。なるほど。カズボー、クリスマスの準備を手伝ってくれ。お前はベルを集めてくれるだけでいいぞ。ベルの飾り付けは俺に任せろ。ちゃんと侵入しやすいところに飾るから。じゃなかった、今のは聞かなかったことにしてくれ。とにかくクリスマスベルを集めるんだ。そしたらパーティーに招待してやるよ。なんか交換所でなんかもらえるのかこれって。ああそういうことか。なるほどね。これもなんかサンダタロードやった時でいいか。とりあえず集めてみてね。またその時紹介しますんでよろしくお願いします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。